渡辺穂奈美です。まだ実感が全然湧かなくてすごく今びっくりしているんですけれども、それと一緒に嬉しい気持ちでいっぱいです。まずはまだまだ私演技力が足りないと思うので、まずそこの勉強してから今やらせていただけることを全部やって、それから私の目標としている相手を元気づけたり癒したりできるようなそんな声優さんになりたいと思っています。